だけど。どれ？テープ。超可愛くない？何それ、リュック？リュック、モノケジのリュック、超可愛い。目立つね。見て、モノケジのバス。超可愛い。みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのよしほです。はい、ということで今回はね、こちらのモノケジのガジェットポーチということで、あったので買ってきました。はい。でね、こちら、ヴィレッジヴァンガードに行ってて、そしたら見つけたんですよ。超可愛くない、うん、この。一応これ本なのかな、モノ文具ブックって書いてあるね。なので、文具、うんうん、付録みたいなもんだよね。そうだね。うん、まあ、本だけど、うん、付録がついてるみたいな。はい。でさ、これ見てさ、超可愛いと思ったんだけどさ、モノ消しの中からモノ消しって超可愛くない？可愛い。可愛いね、超可愛い。ちょっと大きめの、まあ、物消しのポーチだけど、はい、でも何でもなんか使えるみたいだね。そうですね、筆箱とかにもちょっと大きいけど使えそうです。はい、いいと思います。超いいよね、これ。開けてみよう。はい、開けてみましょうか。これね、可愛い。で、本はなんか、何に使うかとか参考みたいな感じのね、ポーチ紹介みたいなのがあったり、うん、あと物消しのなんか物消しゴムじゃない感じのなんか紹介、グッズ紹介みたいな感じ。はい、なるほど。物消しの歴史とかさ、はい、そういうのがいっぱい入ってますね。物消しについて知りたい方がいればね、この本を、そうですね、買ってもらって、買ってもらえばわかると。でもこれね、結構いい値段するんですよ。1890円。そうです、1890円。結構いいお値段ね。結構いいお値段。よいしょ。お、ということで開きましたね。はい、行きます。おお、頑丈。頑丈。まだ入ってるのね、やっぱり。16って書いてあるんだけど。なんだ16って。なんだ16って。行きますよ。はい。行きます。しゃ。おお。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。超かわいいんですけど。超可愛いんですけど、ちゃんとさ、厚みがあるね、消しゴムみたいに。ね、ちゃんとこう厚みがあって、結構しっかり厚みがある。超可愛いんだけど。結構大きいね。で、中身がこんな感じになってて、こんな感じですよ。うんうん。こんな感じで。文房具も一応ガジェットポーチなんで、文房具じゃないのでも普通に入る。まあでも文房具入れても全然 OK ですよ。まあ大きいけど、ちょっと、ね、ちょっと大きいね。でもなんか超目立っていいじゃん。見て、私の筆箱。あ、落ちてるし。え、ね、絶対見てよ、これ消しゴムなの。可愛いって言うと思うけどな。ちょっと大きいけどね。ちょっと大きいけど、うん、ちょっと学校に向かないよね、これ。うん、でも可愛い。ランドセルにさ、ママだったら持って行きたくなっちゃう。じゃ、とりあえずさ、なんか入れてみようよ、せっかくだから。ガジェットポーチだから、ね、なんかお出かけに持ってくようなものを入れる？なんか、イヤホンとか。はいはい。あ、私イヤホンこの前先なくしてさ。あ、ブルーだったね。まだ見つかってないよね。またなくしたの、もう。パパ買ってきてくれたかな？買ってないよ、パパも。はい、じゃあとりあえずちょっと入れてみたいと思います。はい、はい、ということでね、完成しました。入れましたか？じゃあちょっとアップで見てみましょうか。ちょっとね、まだここ折り目がついちゃってるんですけど、じゃあちょっと中身見てみたいと思います。手持ちにしました。はーい、こんな感じです。こんな感じで、まあとりあえずね、とりあえず入れた感じなので、はい、まずね、ここにモバイルバッテリーとそのコードがあるでしょ、うんうん、で、これがなんかハンドジェル、はい、で、これが携帯。携帯がないとね、こちら使いようがないので。そうですよね、はい。で、こっちに行きますと、はい、イヤホン&イヤホンです。はい。あ、チャックもついてんね。でね、チャックの中にはね、入ってんの？あのね、パレットが入ってます。エチュードハウスのやつです。はい、これいいよね。かわいい。うん、いいよね。はい、とりあえずね、とりあえずこんな感じで。じゃあ閉めてみましょう。じゃん、まだちょっと新しいからね、ちょっとね、折り目の跡がついちゃってる。そうなんですよね、使い込まないとね、これ。おお、かわいい。え、超かわいくない？超かわいい。これを持ち歩いてさ、学校で、うん、
おはよう。超目立つよね、それ。筆箱持っておはようじゃないか。絶対筆箱として使ってほしい学校で。みんながどんな反応するのかめっちゃなんか知りたい。ね。おはよう。うん。おはよう。まあいいや。筆箱持っておはようじゃないか。いやでもこれ超かわいいですよね、皆さん。超かわいい。うん。超かわいい。この消し好きな人は絶対欲しくなっちゃう一品ですね。はい、そうですね。私物消し好きなんです、実は。そうだよね、実は言うと、うん、で、なんかもう一つ発見したんだよね、しほちゃんならではの。そうなんですよね、こちらの大きさだとね、はい、なんと、漫画が入っちゃうんですよ。漫画がね、すっぽり入っちゃうんですよ。ちょうどぴったりだね。あのじゃあこれ何冊、2冊か3冊ぐらいは入りそうだよね。そうなの。嬉しそう。あとさ、この表紙の帯超かっこよくない？いいからそれ、それ今関係ないから。まあはい、超入る、はい、よくない？超いい、超いいということで。いいですね。はい。今これハマってる漫画らしい。そうなの。赤髪の白雪姫。はい。はい。皆さんも見てください。見てください。面白いらしいです。面白いです。はーい。はい。ということで今回はねこちらのねモノポモノポモノポーチでいくかモノポーチでもうママとしーちゃんの名付けてモノポーチモノポモノポでモノポモノポ で, モノポで、はい、うん、このねモノ消しのねガジェットポーチ訳してモノポで。かわいい、これ超かわいいよね、これ。これ飾っててもかわいいかもしれないね。飾る、飾っちゃう、飾んない、使うよ。はい、はい、ということでね、今回はねこのモノポをね、はい、紹介してみました。はい、でモノ消し好きな方は本当にいいし、はい、もちろんあの本もついてるのでる、ね、はい、ぜひモノ消しが好きな人は買ってみてください。はい、それではバイバーイ。で、これ友達からもらったの。かわいい。かわいいでしょ。なんとかちゃんありがとう。あ、まるまるちゃんありがとう。